一人でやってんだけど、今日ギター本当前回ほぼでメテオストロームの企画やった時にジェーン・アンドロイド・ウェイズ楽器バンドのフロントマンやってるトモヤ、フロントマンのくせにギターで来ちゃいました、こいつ。バンド忙しいのに助けてくるな、本当にお前してるぞ。すげえでかい拍手を送ってやってほしい。トモヤ、そしてドラムです。見ての通りコールジロールのサトちゃん、はい、ぶっちゃけ本当俺がやってくれなかったらキャンセル行って手前まで行っててだけどこの2人のおかげで東京来ることができて本当に感謝してるから、本当にありがとうな。そういうわけでね、まあ本当に期間少ない間で合わせてくれてできることとかっていうのはすごい限られてるんだけど、でもその少ない中でできるだけっていうかマジで本当にもう出し尽くして今日は帰ろうと思ってるから、ここまで残ってんだったらお前ら本当最後までついてこいな。そういうわけでここで、あ、そうそう、それで俺せっかくさ見るの通りこれねえ、なおちゃん以外は攻撃してくる、ちょっと一見なおちゃんっぽいんだよね。なんか、いや、引っ込みじゃないでしょ、なんか何言ってんだ、あんた傷つくかんな、本当にそういうこと言ったらな。そこで青木、難しいなぁ、振りが。俺、芸人じゃねえぞ、言っとくから。はい、お前、そんな、ほんとあるから、頭やと、これだけ、なおちゃんだな。ほんと、お前。お前、かわいくぶってんのか、お前。知らねえぞ、そんなの。もしくは佐藤大志？佐藤大志だって。ああ、佐藤大志知らないみたい。まあ、そうそう、つうわけで、せっかくね、俺、こけしノールがいるから、どうしてもちょっとね、やってみたいものがある。ちょっとだけね。